ミコト七維新7年3月は、ベトナム現長の官僚、寺は広秀。管議年間に勤労運動を提唱、ベトナムの独立回復を目指そうとした。民意のち20年、ミコト定の次男として、潤化に生まれる。江南国主、玄福品の末裔。取得35年に、取得帝が崩御すると、ミコト七は、原文章、陳仙誠と共に、 タスク政大臣を務めた。原文章が、官僚の任命を、意のままにした一方で、御子と出設は軍を掌握した。取特帝には、子がなかったため、三人のおい、19歳の元福用そして14歳の元福用等を養子とした。三人の大臣たちは、元福用を擁立して即位させたが、わずか3日で敗位して、取特帝の弟の共和帝を代わりに擁立した。 大臣たちの戦王に不満を持った共和帝は、御子と出説を理部省所に移動させて、軍権を取り上げようとし、また、フランスにも接近したが、御子と出説と原文章は、フランス人がいない間に共和帝を殺して、原副用党を皇帝に擁立した。天福御門の擁立に反対した陳仙誠も後に、殺害された。天福御門も二人の殺傷に不満を持ったため、 原文章と養母の学費の密つを理由に原文章を排除しようとしたが学費に先手を打たれ服用している薬に毒を盛られて毒殺された。次に擁立されたカンギミカドの治世中、フランスによる植民地下に対しミ三角七節は勤農運動を開始、激文を発してフランスへの徹底抗戦を訴えた。三角七節はギミカドを山奥の新書場へ連れて行き、 援軍を求めた。フランスは直ちに、弦服用を擁立した。巫女室説の古村室団と、巫女室も、寒気巫女ともに、幸福運動を続けた。同慶2年11月、巫女室説は、清路へ向かい、援軍を求めた。翌同慶3年に、寒気巫女がフランスに囚われると、唐途室団と巫女室は殉死した。巫女室説は死んで余生を過ごし、 維新7年に関東省練習で死去した。ありがとうございます。